はい、今ねそこそこ天気がいいのでこれのテストをしたいと思います。一応ね白いの、あ、今ちょうど日がかなり良くなってきま出てきましたね。はい、こんな色ですね今。あ、でもだんだんね見る見るうちに黒くなってきてるような気がする。黒くなってきてるね。ちょっと当たってないところとかちょっと分かりづらいかもしれないけど、当たってないところほら色のセパレートもできてる。分かるかな。うん、どのくらいまで黒くなるんだろう。結構一瞬です、真っ黒にはならないけど結構一瞬でね黒くはなってきますね。なんかサングラス、めちゃくちゃ暗いサングラスと比べると全然明るいですけど、ほんのり暗いみたいな感じなのかな。もっと暗くなる、暗くっていうかもっと日が照ってくると、そうするともっと暗くなるのかもしれないですけどね。ちょっともうちょっとどのくらいになるのか、放置してみたいと思います。はい、今ね5分ぐらい放置してみたんですけど結構暗くなりましたね。ちゃんとサングラスっていう感じの色になりました。まあ、5分ぐらいでねこのくらいになるんだったら全然いい感じだと思います。結構真っ黒。はい、じゃあこれね今度サイクリング行くときに使っていこうと思います。このケースもねちゃんとしたケースがついてくるのがいいですよね。ゴリックス。はい、今日すごい久しぶりに筋トレを再開しました。今日はね背中のトレーニングで、チンニング、懸垂ですね、懸垂とダンベルのローイングをメインでねやってみました。手首のね痛みはパワーグリップっていうやつをね、こういうねパワーグリップっていうやつを使って行えば手首の痛みはほとんど感じられなかったんで大丈夫じゃないかなっていう感じですね。もう筋トレをもう2週間3週間ぐらい1ヶ月ぐらいかな、まともにねやらないっていうかもうほぼ休んでて、それでやっとね回復してきたって感じですね。ただちょっとね今終わってこの手首に疲労感みたいなのが出てきてるんで、しっかりとねケアしていきたいと思います。また痛くなったら困るからね。はい、何にしてもこれだけはやっても一応ね大丈夫そうっていうのがね分かってよかったです。